先週皆さん聞いてくださいましたでしょうか。聞いたよ。ありがとうございます。まあ、その皆さんはですね、きっと今週何をやるか、何のお話をするか分かっていますよね。そうです、芋トークです。あー、終わった。先週ちょっと話した芋を話されたんだ。私が芋が、いや好きなんですけど、うん、好きだよね、そうよねっていう。芋好きだよね。すごかったもん、先週のこの目の圧。芋好きだよね。あー、こ笑ってない。ラコちゃん芋好きだよね。今ちょうどさ、この部屋の明かり的にも真上にあるからさ、目のハイライトがゼロ、うん。おい、美咲な子。芋好きだよな。あ、好きです。間違ってはないんです。はい。2週連続芋原。間違ってないんです。芋原じゃなくて、はい、私も秋に聴きたい曲を選びてということで、うん、まあ、多分先週と同じようにいけば、まあ私も選んでるんじゃないかななんて思いますよ。芋トークは、うん、芋トークにしようかな。楽しいもん。結ぶ。つながる。輝き。ラブライブスーパースター。リエラ。東京 FM。What a Wonderful Radio。1曲目は私たちリエラのバイバイしちゃえばをお届けしています。久々に聞きました、ね、なんとこちらの楽曲、うん、リリースから約2年、2021年の9月29日発売だった。そんな前か。26だから大体1年が2年だね。早いね。早すぎますね。ファーストライブを思い出しました。私はすごく懐かしいな。うわー、いいね。またどこかでみんなで歌えたらいいですね。そうだね、うん、今度11人で歌いたいね。うわー、楽しそうだな、うん、というわけでラブライブスーパースター、私立結ヶ丘女子高等学校スクールアイドルリエラ、荒瀬千里役の美咲奈子です。こんばんは。同じく葉月恋役の青山渚です。こんばんは。番組ハッシュタグはなこなぎラジオ、ひらがなでなこなぎ、カタカナでラジオです。さて、ここから先はスタッフさんが台本をコピペした、コピー&ペーストしたそうです。
いいよね、うん、適度にサボらないとね。そうね、大事大事、はい、ということで今回は私美咲なこが選曲いたしましたなこなこオータムソングセレクションお届けします。先週のなぎなぎがめちゃめちゃ可愛かったなぎなぎオータムソング、今週はなこなこでお届けいたします。なこなこ、でももう9月も終わるんだってよ。早いですね。激早じゃない、8月終わったあっという間だねって話してたらもう9月も終わるんだって。このペースでいくともうすぐみんな明けましておめでとう。まあまだですまだ楽しみますということで、うん、早速ご紹介したいと思います。はい、なこなこオータムソングセレクション1曲目は夏って書いてるけど秋に聴きたくなる曲、家入りレオで君がくれた夏。確かね、なぎさんがさ、これは春ソングなんだけどってお話とかしてたじゃない、うんうん、この秋、夏から秋にかけてそのちょっと肌寒くなっていく、涼しくなっていく時の夜とかに聴きたくなるんです、この曲。夏の終わり、寂しさみたいなものをすごく感じるというか、うんうん、懐かしいな、うん、理想を言えば、うん、こう夕方、暗くなって海を前に聞きたいですね。わかるわ、うん、ちょっとこう波の音とかと合わせて、うん、切ないのを1曲目に選んでしまった。切ないこの曲、ね、めっちゃギターで弾き語りしてたな。うわ、なんか途中から泣けてきちゃう歌ってて。いやそうなのよ、うん、これなんか最後 D メロとかが意外とちょっとテンポアップではないんだけど、うんうんうん、こう前のめりに歌ってるところがあるんだけど、うん、そこからまたしっとりのサビに戻っていくのが、うん、なんかこう取り戻したいみたいな、うんうんうん、夏の思い出忘れたくないよ、忘れたくないっていう気持ちになんか抗ってるような気がしてすごい寂しくなる。でもめちゃんこ好き、超いい曲。夏が終わりかけだよということで1曲目に選ばせていただきました。夏終わりたくないよ、終わりたくないよ。なこなこオータムソングセレクション、続いては今すぐに京都に行きたくなる曲、倉木麻衣さんで渡月橋君思う。うん、京都に行こう。いいよ本当にこれタイトルに渡月橋っていう嵐山にある橋の名前がこのタイトルになってるんですけれども、うん、もうね、なんていうの、京都ってまあその春夏秋冬どの季節に行ってもすごく綺麗なんですけれども、私は秋がやっぱり一番だと思ってまして。素敵よね、紅葉がとにかく綺麗。もうもみじもそうだし、イチョウもそうだし、うん、でその渡月橋から見るその流れてる川にその紅葉で落ちた落ち葉たちがね、絨毯みたいにこうファーって流れていくの、本当に綺麗で、なんかそれを見ながらこの曲聴きたくなるし、京都にいなくてもすごくその景色を思い出してしまう、うん、秋ってやっぱ好きだなって思う。秋はいいよね、ちょっとこの和楽器もいいね。そうなの、おしゃ素敵、うん、なこちゃんはさ、渡月橋行ったことあるの？あるよ。お、学生時代とか、そうだ、それこそ実家にいた頃は、うんうん、京都とか友達とめちゃめちゃ行ってた。あ、そっか、嵐山も。そうだよ、そうじゃん。あたい、あの生まれは兵庫なもんで、うんうんうん、近いの、京都も。兵庫近いのか、そうそうそう、いいな。え、じゃあ秋に行ってたの？秋もそうだし、うん、季節関係ない。羨ましい。学校終わりとかに、うん、京都行きたいね、行こうみたいなノリで、友達と行ったりとか。いいな。駅前とかにあの
お漬物をねこう試食できたりとかするところがあって、うんうんあね、私とこのね玉ねぎのお漬物がすごい好きだったんだよな、ね、丸々漬けてる玉ねぎ美味しいんだよね。食べてーなー京都行きて京都行きたくなってきたね。ひこだけラジオ京都に行く企画をお待ちしています。出張版。それでは最後にナコナコオータムソングセレクションからもう一曲、はい、流れてまいりました。秋といえば、うん、ハロウィン、うん、ということでハロウィンジャンキーオーケストラのハロウィンパーティーという楽曲聴いていただこうと思うんですけれども、うん、本当にイントロがボリューミーボリューミーボリューミー。そうこれぜひとも、うん、あの YouTube とかで映像付きで見ていただきたいんですけど、うんうん、この実際に聴いてる今だけだったらあれなんかどっか迷い込んだみたいな。今私森の中にいるよ。本当にそうなの、うん、迷い込んでいるの今あなたは。そう、はい、ハロウィンパーティーが行われている10月31日にしか入られないと思われているそのもう異空間にあなたは迷い込みました。っていうコンセプトだと思ってる私はまたその返事が先週話したんだからもうほえあはん隣で作家さん爆笑してるんだけどいつ突っ込もうかってなるもんやっぱハロウィンの楽曲1曲入れたいなと思ったので、うん、ちょっとぜひともこちら聴いていただきたいなと思っておりまして本当に愉快なの。もう壮大な感じになってきた。秋になったらハロウィンが近づいたら間違いなく聴きたくなるし1日3回以上は聴いてる。めっちゃ聴くね。めちゃんこ聴いてるって言ってたら多分ねもうそろそろ始まっちゃうと思うんだよね。おいやでもあすごい乗ってきたよ。いいよね徐々に徐々に盛り上がっていくんだよ。もうぜひ映像付きで皆さん聴いてください。映像があるのね。ある。しているのはハロウィンジャンキーオーケストラでハロウィンパーティーです。どうだい盛り上がってきたろ。もう私はそのさ、うん、映像が見たくて仕方ないよ。本当に見てほしい。楽曲聴くだけでもめちゃめちゃテンション上がるんだけど、うんうん、本当にもう
レベルがえげつなく高い仮装をした皆々様が、うんうんうん、映像中にこうじゃれ合ったりとか、うん、トリックアトリートって言ってお菓子もらいに行ってる姿とか、ほんとに結構誰が出てるんだろうって調べてみたら、はぁーってなる皆様ばかりなので、ね、本当にぜひとも調べて聞いてみてください。調べます、聞いてみてますということで以上、先週のなぎなぎオータムソングセレクションからの今週はなこなこオータムソングセレクションでした。 What a Wonderful Radio、 東京 FM What a Wonderful Radio、リエラの三崎奈子と青山渚がお届けしています。さて後半は三崎奈子の取扱説明書のコーナーです。やっほー、どんどんパフパフ三崎奈子の取扱説明書には一体どんなことが書かれているのかというのをもう本当にかなり前に募集いたしました送ってくださった皆様ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみに青山渚さんが考えてくれた私の取説は、可愛いものをあげるとニコニコして揺れ出す、なんかおもちゃコーナーにあるような喋りかけたら揺れるみたいなねああいうやつね、そんな感じですでも本当に当てはまってます、うん、テンションがすぐに体の揺れに出るから、かわいいこちらを超えるような納得の説明書きはあるのかどうか、なぎおさんからメッセージの紹介をお願いいたします。はい、神奈川県のラジオネームゆうそろさんからいただきました。突然謎の歌を歌い出す時があります。システムエラーではないのでご安心ください。ほんまに取説風に書くやんこれはエラーではございません。これあのよくある質問の一覧にありそう急に歌い出しましたどうしたらいいでしょうか。システムエラーではないのでご安心ください。この回答は役に立ちましたか。はい、言える。確かにこれは合ってるんじゃない。合ってます。なんか、刻んじゃう歌を歌ってるよね。でも本当に覚えてないの、もうその時限りの歌。はいはいはい。まこちゃんね、あとネイル塗ってる時とかもね、ライブ前とかでさ、楽屋で塗り塗りしてる時に、ね、ちっちゃい声で歌ってる。やば、怖、システムエラーやん。でも何言ってるかわかんないでもね、多分ふんふん言ってるだけなんだよね、きっと。あ、そうなのね。うん、わかんない。なんか耳澄ましてみて今度。わかった、録音しとく。怖いや続いて神奈川県のラジオネームかのさんからいただきました。どんな小さなボケでも拾ってくれる、多分ボケを察知する特殊な感覚器官を持っているらしいです。神経の話。うん、なんかそういうのがあるね。アンテナ生えてんのかな。どこから生えてんのかな。ピコピコ。頭から。あ、でも私よくアホ毛立つからそれかもしんない。え、じゃあさ、もドライヤーとかでさ、下からブワーってやりまくったらさアホ毛200本ぐらい立つかもしれない。ありとあらゆるボケを拾うよボケの拾う範囲が多分広がる。そういうこと。半径何メートルとかになる。すごいじゃん。持たないよ私が。あ、そういうのもあんのね。体力の消耗。いや、間違いないよな。続いて埼玉県のラジオネーム開演の神堂さんからいただきました。注意、あまりにひどいボケをすると鋭いツッコミを受けますので、ボケすぎはほどほどに。田中です。みんな私のことをツッコミマシーンとでも思っているんだろうか。ツッコミに対してのメッセージ多くないねまあ確かにね、あの私もこうどん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 ヒートアップすると、きっと鋭めの、そうね、辛辣なコメントがスパッときますから ね。 そうですね。でもそのアメとムチの使い分けといいますか、そこがすごく難しいなというふうに。やっぱ難しいんですね。私も学んでおります、日々。もうなんていうの、華麗にさこなしていくからさ、いや、そんなことないよ。私ツッコミに対して家帰ってからどんだけ反省するか言いたくなかったよ、ね、こんなの恥ずかしい。ちゃんとあの反省をして学習能力がありますので、ちゃんと活かしていくと、頑張っております。続いて神奈川県のラジオネーム月の木さんからいただきました。大阪にいるとスペックと関西弁が3割増しとのことで、大阪公演での常夏サンシャインのロングトーンとコテコテの関西弁が忘れられません。わー、だってこれはあれだね、ファーストライブツアーの時の常夏サンシャインですね。そうだね、めっちゃ長かったよね。すごかったね。なんかでも大阪で私がこう全てをかけてるとかってわけじゃないんだけど、やっぱり自分が長年こう生まれ育った地方でやるってなったら、なんかこう自然とこう気合が入っちゃうというか、多分それで
あのロングトーンが出たんだろうな。あれすごかったよ。私さ、あのレンちゃん出てないからさ、いつもね見守ってる横で頑張れ頑張れ頑張れ来たーみたいな嬉しいなってたもん。うん、関西弁は新大阪に着いたら出る。あ、そうなの、うん、エスカレーターの乗る位置が変わったらもう出る。あ、そういう感じなんだ、うん、普段さこっちにいるとき全然話さないもんね、うん、いやだって私が関西弁だけど喋ってる相手が標準語ってなると、うん、私なんか会話が噛み合ってない気がして、そのずっとそれでやるとね、あ、そうなんだ。だから頭の中がごちゃごちゃになっていくのだんだん。お、あ、じゃあもうなんていうの、英語と日本語一緒に喋ってるみたいな感じ。本当に極端に言うとずっとそれを繰り返してたら、うん、あれこれ通じてるってなってくるから、あ、標準語、そういうことなのね、うん、面白いですね。ちゃんと学んでるんだな私もね、うん、続いて埼玉県のラジオネーム社長さんからです。絶叫マシーンの怖いは好きだが、お化け屋敷の怖いは苦手。おっしゃる通りでございます。そっか、そうだよ、私ジェットコースターめっちゃ好きだもん。高いところも好きだし、うん、何でも乗る。うん、何でも乗る、何でも乗る、本当にすごいね、うん、1回転するのとかも全然いける。あ、もう全然いける。1回転もいけるし、ま、うん、っすぐ上に行ってストーンって落ちるやつあるじゃん。あれ怖いじゃん。あれも全然いける。あれはあのさ、ブロンブロンブロンって船みたいなやつ、左右のあれめっちゃ好き。え、超好き。あれでなんかたまに1回転するのあるじゃん。あ、する。あれ地獄じゃない私なんか多分浮遊感が多分好きなんだと思う、うん、ふわってなる。ジェットコースターでいう一番上に行きます、落ちますよっていう瞬間ってさ、自然とこうふってなるじゃん、うんうんうん、一瞬。その後はもう勢いがあるから、うん、なんかそれっていうかもう風切ってるぜっていう感覚だけど、うん、最初のこのふわって感覚とかめちゃめちゃ好きだね。生きてる実感ここで背を実感していますマジか、私あれが怖いもん、うん、あれが好きなんだわ。すごいね。お化け屋敷とかはホラー系はね、うん、こう一個このラインがあって、うん、自分がアクションを犯さないと進まないものが無理なの。あ、ホラー映画とかはギリギリいけるのよ、勝手に物語が進んでくるから。あ、そう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 、私が目を隠そうが耳を隠そうが物語は進んでいくじゃん、うん、でもホラーゲーム、お化け屋敷とかって自分が進まないと終わりが来ないじゃない、うん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 、無理。体験としてこう感じたくないんだと思う、きっと。なこさんお化け屋敷に連れて行くとあの好感度が下がります。あら、はい、連れて行かないでください、どうか。じゃあ一緒に絶叫マシーン乗りに行こう ね。 そうね、優しめのやつね、優しめのやつね、うん、ということで三崎なこの取扱説明書に書かれていそうなこと、メッセージご紹介してまいりましたが、本当に私のことをなんかもうびっくりするぐらい、でも大半はのツッコミだよね。ツッコミツッコミ、やっぱツッコミの印象が大きいのよありがとう、そのぐらいね、すごいもん。ありがとうございます。なこちゃんいなかったら私ボケらんないからわかるでしょ、私はなこちゃんがいるからボケられるの、嬉しい。なこちゃんいなかったらもう真面目にしてるからいや真面目にしてるなぎおさんも私結構好きなんですよ。本当、よそ行きな感じ。いやいやいやここではね、もうお家のようにリラックスしていただいて。お願いします。じゃあ私もじゃあ一言最後に言ってから終わろうかな。うんうん、お気に入りの、はい、ということで以上、どんな小さなボケでも拾う、多分ボケを察知する特殊な感覚器官を持っている三崎奈子でした。自分を飛び越えていこう、どれだけや
東京 FM What a Wonderful Radio リエラのウィービルをお届けしながらのエンディングです。もう爽やかに終わりましょうよ今回ね。たくさんのボケを拾うことにより、うん、私も日々成長ができているということですよね。本当にもう素晴らしいです。皆様のおかげでなこちゃんのツッコミの性能だけが上がっていきます。それ以外も上がってますからね。分かった、うん、分かった。なんだろうね、あれなんかいろいろあるんじゃない。こういう時にすぐ出てこないっていうことは、うんね、そういうことなんだ。今のことしか考えてないから。もうちょっと他に考えることあるもん。いいお知らせ行くもん。リエラからのお知らせの前に埼玉県のラジオネーム丸さんからのリクエストです。戦国武将風にお願いします。戦国武将風って何ですか。そういうことだよな、やっぱな。戦国武将かっこいい感じね。だからなぎおさんの思うあの、うん、お会いしたことのある戦国武将風みたいですね。お会いしたこと、前世でお会いしたことがあるかもしれない感じね。前世を感じ取っていただいた、はい、じゃあ前世を振り返ってみたいと思います。はい、それではリエラからのお知らせです。かっこいい。異次元のコラボを行うライブイベントシリーズ異次元フェスの第1弾としてアイドルマスターさんとラブライブシリーズのコラボライブイベント異次元フェスアイドルマスターラブライブ歌合戦が12月9日土曜日10日日曜日東京ドームで開催されます。そして異次元フェスアイドルマスターラブライブ歌合戦のテーマソング異次元ビッグバンを12月6日に発売させていただきます。よし、切った。今取りすがりに切ったぞ。詳しい情報はイベント公式サイトをご確認ください。そしてラブライブスーパースターリエラサードラブライブツアー We Will ブルーレイメモリアルボックスを来週10月4日に発売させていただきます。視聴動画も公開中、詳しくは公式ホームページをチェックしてください。ううってなりそう。ううあの戦が始まる前のうーっていう前世って思ったんだけどさ、うん、会ったことないからさあのゲームに出てきそうな感じの人でやってみた。私と解釈が同じで安心した。あ、本当？うん、私もあのお会いしたかどうかは分かりませんので、うん、自分の思う戦国武将でもきっと刀持ってるからかっこいいんじゃない、うん、途中で流れでやられたよね。大丈夫かなあの人。芋切られたかな。そして What a Wonderful Radio の後夜9時半からは杉野陽介さんがお送りする今夜もオフトークです。ちなみに私たちのオフトークはオーディでも配信中です。今回のトークのお題は東京都のラジオネームハピネスミックスさんからいただきました。なこちゃんなぎちゃんこんばんは。星、こんばんは。星、こんばんは。星、流れ星を見たことはありますか。お星様トーク。お星様だから星なのか。流れ、あ、見た、今見た、ほら流れ星流れ、こんばんは、星止まってる、あ、止まってくる。じゃあ星に流れ星についてお話ししましょうかね。はい、ということでオーディのお気に入り登録もぜひよろしくお願いします。それでは明日も What a Wonderful Day、 私たちとはまた来週火曜日の夜9時にお会いしましょう。リエラの三崎奈子と青山渚でした。